はい、こんばんは、創価塾の久保です。今日はね、もうなんとね、寝る前に麻生財務大臣ラッシュで動画を更新してますけども、いや、こんな記事ね、見つけなくてもいいのに見つけちゃいましたよ。閣僚資産、平均前年超えの1億652万円、トップは麻生氏。菅総理9位ということでね、麻生財務大臣ね、なんかその、なんかあれですよ、定額給付金が貯金に回ってけしからんみたいなねこと言ってましたけども、お前が一番貯金あるんじゃないかなって感じですよ。麻生太郎副総理兼財務省の6億4845万円あるそうですよ、貯金が。これ麻生さん残りの人生で使い切るんですかね。こういう風な個人資産が寝ちゃってるでしょ、これどう考えて。これだって多く見積もっても、どんなに見積もってもね、6億円これいらないでしょ、麻生さん。この6億円が日本経済の循環の中に入ることによって、どれだけのね、の経済効果を生むと思います？麻生さんの預金口座にこの6億円が入ってる以上、この6億円って死に金なんですよ。いや、多く見積もっても、あと4845万の貸した金があったら、麻生さんもう大丈夫でしょ、あとは。一体いくつまで生きるつもりなんだって。麻生さん、自分で言ってましたけど、90歳のおばあちゃんでね。90歳じゃないや。90歳のおばあさんが、将来のために貯金をしておくんだっていう、ね、そういう言葉に対して、一体いくつまで生きるつもりなんだみたいなことを言ってたのが、麻生さんですよ。麻生さん、そのおばあちゃんが、細々とした数千円、数万円の貯金を笑うけども、あなたは6億4845万も貯金あるわけでしょ。もちろんね、貯金があること自体は別に責めるもんではないですよ。ただね、麻生さんの国民に対する、もうあのね、数々の発言を聞いた後だと、お前が言うなって話になるじゃないですか。これはあんまりでしょ。6億とかね。何なんですかね。あれですかね。麻生さんの経営してる会社の従業員から搾取して、この金作ったんですかね。お金余ってんだったら従業員の給料もうちょっと上げてあげたらいいんじゃないですか。ボーナスもちゃんと出して、せこいことやってる場合じゃないですよ。なんですかこれは。6億円か。ちょっとあれですね、ちょっと貸してもらえませんかね、1000万ぐらいね。これ貸してくんないと動画もっともっと撮りますよ、麻生さんの。いいですかね。ということで、なんか私の愚痴みたいな動画が作られてしまいました。おやすみなさい。はい、こんにちは、創価塾の久保です。私が先ほど上げた動画にですね、ついたコメントが非常にね、私の胸を打ったというか、本当その通りだなって思うことだったんで、今回ね、このコメントを掲載させていただいてね、で私も思いを新たにしたところがありますので、ちょっと話していこうかと思います。今回はですね、タイガさんという方が書いてくださって、今回もコメントありがとうございます。まあ、こんばんはという書き下りから始まるんですけども、このじいさんのサムネイル画像を見るだけでムカついて仕方がないっていうことなんで、私の選んだ画像がちょっとね、気分を害したようで申し訳なかったなと思いますけども、麻生財務大臣ね、私ね、この感情論で言わせていただきますがって書いてますけども、まさに私も同じ気持ちなんですよ。このね、麻生太郎さん個人には恨みはありませんけども、麻生太郎ね、財政金融担当大臣なのかね、財務省大臣なのかね、副総理なのか知らないですけども、もうこういうね、終わった人がね、この地位にいることがはっきり言って、ね、腹立たしいと、はっきり言って、ね、器じゃないんですよね。このじいさんはさっさと消えてほしいです。本当その通りなんですよ。しつこいですよね。憎まれじいさん世にはばかるっていう感じだと思いますけども、この10年先生きてるかどうかもわからない人間に、この国の将来と本気で考えてるわけがない。将来の借金になる。未来の子供らの負債になる。はっきり言ってね、麻生さんが財務大臣でいることが将来の借金であり、子供らの負債ですよ。で、将来に借金が残るのは誰のせいだって。財務省の大臣が仕切りが悪いからに決まってるじゃないですか。子供らの負債になる、それ財務大臣の仕切りが悪いからじゃないですか。国民はしっかりと蓄財して10万のね、うなぎ丼なんか食わずにつましくやってるわけですよ。誰が無駄遣いをしてるんだと、誰が財政の紐を手綱を握ってるんだってことをよくよく考えて、国民のせいでなるみたいな言い方はいい加減ね、してほしくないですよね。そういうね、書いてあるんですよ。
あんたらじじいどもが利権のためだけにやってきた商業が今になって大変になってきてるんだろうかって、本当その通りで、最近も麻生財務大臣ね、国民の貯金があるのは良くないって言ってるわけですよ。ふざけんなと。お前の貯金が一番良くないわって感じですよね。どっから物を言ってるんでしょうね。もう本当になんかね、もう頭いっちゃってるっていうか、人を怒らせるために存在してるのかなと思っちゃいますよね。麻生財務大臣のお身内の方とかね、聞いていらっしゃったら、恥じてくださいよ、こういう人が身内にいるの。ね。で、早く、麻生太郎さんと、もうそろそろやめてよ仕事って言わないといけないところだと思いますよ。だからね、公共のためとか、未来の日本のためとかって語るんだったら、あなたがその立場にいることが、最も国のためにも、未来の子供たちのためにも、孫のためにもならないってことをね。うん、本当その言葉そのまんまね、自分に向かってるんだと思っていただければと思いますよ。まるでね、私たち国民が生きるために国からの財政支援をお願いすることがいけないみたいな、そんな言い方になってるじゃないですか。じゃあ国民を守るのは誰なんですか？他国民ですか？違うでしょ？日本という国に住んでいる全ての国民を守るのは、私たちが選んだ国会議員をはじめとする政府の人たちじゃないですか？で、そういう人たちがね、まるでね、自分たちの暖かいところから、高いところから溺れそうになってる私たちに対して、浮き輪も投げずに、自助だとかね、うん、共助だとか言ってるわけですよ。もう何なんだよと思いますよね。次、ロスジェネを作り、なおかつその下の世代にも同じ運命をたどらせて、そして今回ニューロスジェネ。ね。ひどい話ですよね。ロスジェネ世代でももうコリゴリですよ。今ね。40代とか50代の人を中心としてロスジェネっていう世代がいますけども、私たちもすごくね、夢と希望を持ってこの社会に出ていこうと思ってね、18歳22歳あのあたりで社会の門をくぐろうとするわけですよ。しかしですね、2人に1人は就職できない、要するに収入が断たれた状態でスタートを迎えたわけですよね。で、その後復活のチャンスがあるかと思えばないと、うん、その後の支援も何もないと。私たちはとにかくね、爪に火を灯す思いで、いつかは一発逆転してやるぞと、うん、自己責任だっていう言葉ももしかしたら私たちはね、本気にしてたのかもしれないと。でもどこまで自己責任だと。自己責任を全うするための地盤を誰が作ってないんだと。自己責任、そのまさにね、その言葉は、まあ安倍政権そうですけどもね、小泉政権のところからも始まってるのかもしれませんけども、そういった政権与党を作った人にこそ自己責任って言葉を重く受け止めていただきたいですよね。今日本がこういう姿になってしまったのは一体誰のせいなんだってことなんですよ。尖閣諸島をはじめね、まあ、こんな国家許されるわけがないって本当ですよ、うん、天皇陛下の、ね、一括をねお願いしたいところですよ。総理にしても麻生にしても10年先なんか死んでるかもしれない人が将来とか、うん、将来がとかそんなこと考えてるわけないですよ。いや本当に将来のことを考えてるんだったら早くやめろって話ですよね。まさにね、その年齢で先のことを考えてることが先のためになってないわけですよ。それこそね、これから30年後とか50年後のこの日本という国に生きる10代20代の人の声にこそ耳を傾けるべきだと思いますし、そして社会に出るその出っ放でね、政策の失敗により全てをくじかれた、全てを打ち砕かれた私たちロスジェネ世代の声をしっかりとね、耳を傾けろってんだってことですよね。今をどう有意義に余生を送ろうかと考えて、自分のところに落ちる金しか考えていない、これは麻生財務大臣あなたのことですよ。こんなこと言われちゃってね、でもその通りですからね。国民には給付金ではなく借金をさせる、どこの世界にね、自国民に借金を進める国家があるんだって話ですよ。金を借りてくださいって言ってるわけでしょ。無利子無担保、うん、それはね、確かに無利子無担保はありがたいですよ。ただね、ここでね、金を借りろって話じゃないでしょ、うん、そして早くて1年後、遅くても数年後には消費税をさらに上げる、これね 15% とか 20% って話でしょ、うん、まあそういう風になるんだなと思って、半分覚悟みたいなのが生まれちゃうから不思議なんですけどね。徹底的に反対しないといけないですよね。だから令和新選組ぐらいですよ、今まともに消費税に対して向かい風を吹かしてるのは、消費税はいらないんだって言ってるのは、いや正論だと思いますよ。消費税なんて余計な税制で全く意味がないですよ、こんなの。国民には金を取るだけ取って、自らはその金で好き放題する、腹立ちますね。そう、そういう絵柄しか見えてこない。
団塊世代やあの老人どもの世代は美味しい思いをしていたと思うと。ところがですね、60歳以上の、まあ、いわゆるね、高齢者の部類に入るのかな、ちょっと年齢がいった方、中高年の方だと思いますけども、貯蓄が100万円以下の人っていうのが 10% いるんですよ。バブルの時代があって高度経済成長を体験してきたその人たちも決してね、豊かではないんですよ。だって今下流老人とか老後破産なんて言葉、今まさに老後を迎えている人の減少を捉えてるわけですよ。オイルショックっていうシリーズもありましたよね。年を取ってみたら何かいいことがあるのかな、一息つけるのかなと思ったら、いまだにどっかでね、働かないと年金だけじゃやっていけないみたいな、そんな老人世代がたくさん生まれてるんですよね。これは国策の失敗でしょう。国の言う通りにつつましく生きてきたら、老後はとんでもない地獄を見させられたって話ですよね。はい、記事に戻ります。コメント戻ります。それが時代だから仕方がないじゃないかなっていうならそうでしょう。でもロスジェネより下の人間はいい思いなんてしていないと思う。そうなんですよ、何一ついいことがないと。それを押し付けられていて、ぬくぬくとしてるのはそういった人たちから搾取している今のね、政権与党、総務省の問題もね、ひどいですよ。何なんですかね。何一つ良いことがなく、我慢我慢の人生でやってると思う。うまくやっている人よりとも思うし、運もあると思うけど、大抵の人は、我慢に虐げられた人生なんだなと思いますね。そうさせたのはあのじいさんどもではないだろうか。麻生財務大臣一人が悪い、私はそう思います。そのじいさんらが将来がどうかと、未来の人がどうかと、どの口が言ってるんだって。本当にね、繰り返しますけども、麻生財務大臣がその立場にいることが将来のためになってないってこと、分かんないですかね。まあ間違ってる見解もありますが、私もね、間違ってる見解だらけだったかもしれません。私自身も我慢だけの人生でした。家族がいるという良いことはありますが、この家族を守っていけるだけのお金というものは満足いってる額はもらってません。コロナになる前から地獄です、ということでね、書いていただきました。ありがとうございます。私もね、本当にね、その通りだみたいな感じで、このコメントを書いてくださったタイガさんと、なんか今ね、居酒屋でね、酒飲んでる気持ちですよ。まあこんなことでね、うさばらしちゃいけないんですけどもね、この怒りをせめて私は YouTube を通じて、確率はゼロに近いかもしれませんけども、麻生財務大臣に向けてお話したつもりです。じゃあ今回は以上です。またコメントを書いてくださいね。ありがとうございます。